ジョーダン196は、ジョーダングランプリが1996年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。開発責任者は、ゲイリー・アンダーソン。1996年の開幕戦から、最終戦まで使用された。プジョーエンジン搭載2年目は、ギャラハー社のタバコブランド、ベンソンヘッジスが、メインスポンサーについた。シーズン開幕時は、 カメラ映りを考慮して、マシン全体がオード色にペイントされていたが評判が良くなく、数戦後にはシャンパンゴールドに変更された。毎年コンセプトが変わっていたフロントウィングはハイノーズの2点吊り下げ式に定着した。サイドポンツーンは前後に細長い2つのラジーターインテークが開口する珍しいデザインを採用した。この年、ドライバーの側頭部を保護する、 サイドプロテクターの装備が義務付けられた。多くのチームは規定通りの大型プロテクターを取り付けたが、ジョーダンはコクピット前方に小さなフィンをつけ、ロールバーを前後逆向きに取り付けるというアイデアでプロテクターの傾斜角を抑えた。空気抵抗を減らすことができるため、他チームも翌年以降この手法を取り入れるようになった。ドライバーはエディアアーバインがフェラーリに移籍し、 チーム在籍4年目のルーベンス・バリチェロと理事から移籍したマーティン・ブランドルのコンビとなった。開幕戦オーストラリア GP ではスタート直後にブランドルのマシンが接触して宙を舞い、モノコックとエンジンの接合部がップたつに折れるという大アクシデントに見舞われる。第2戦ブラジル GP ではバリチェロが地元で予選2位を獲得し、 レースでも表彰台争いを演じたが、スピンによりリタイアした。その後、12回の入賞を記録して、前年とほぼ同じ22ポイントを獲得し、成績コンストラクターズランキングは5位となった。しかし、この年は表彰台獲得がなく、ウィリアムズ、フェラーリ、ベネトン、マクラーレンといったトップチームに次ぐ、第2集団の1チームから抜け出すことはできなかった。 年末までには変化の必要性が明白なものになった。バリチェロは新規参入するスチュワートグランプリに移籍、ブランドルは F1 を引退した。チームは翌年に向けてラルフ・シューマッハとジャンカルロ・フィジュケラを採用した。ありがとうございます。